ダンサーになろうと思ったきっかけは、大学生になってから、ダンスを本気で始めて、まあ、4年間、めちゃくちゃ踊ってたんですけど、その卒業してからどうしようかなって考えた時に、なんか絶対に就職とかしても、このままじゃ絶対に辞めるなってもその時点で思ってたので、結構なんかそのまま、特にこうなりたいとかああなりたいみたいなのはなかったけど、とりあえずもうダンスを続けようって感じで、ダンサーになりました。そうだな、なんかこう家族みたいな、みんな兄弟みたいな感じで、まあ、アガミ結成してからもう途絶えることなくずっと一緒にいたので、なんかもう自分にとってはきっとも切り離せないような存在ですね。は、怒涛の4年間でしたね。そのまあガンミとして活動していなかったら、なんだろう、まあ、一生かけても経験できないようなことばかりで、もう常にずっとワクワクする4年間でした。まあ、率直な、まあ、気持ちとしては、まあ、もちろんめちゃくちゃ寂しいですね。でなんか、寂しいし悔しいっていう気持ちもあって、なんかタイミングもあるかもしれないけど、なんか個人的にはなんかちょっと志半ばで、卒業していくような感覚があるので、なんかもっと一緒にやっていきたかったなっていう気持ちはありますね。は、まあそのなんだ。日本を代表するダンサーになりたいっていうのもそうだし、まあこれから、ダンサーを目指す、人たちに何かこうダンサーとして新しい可能性を、こう見せることができるダンサーさあダンスチームになることですかね。まあ、やっぱこれだけこうダンスをするダンサー人口が増えてきたけど、やっぱそのじゃあダンサーの、まあ、なんだろ う, こう将来どうなのってなった時に、なんかまだまだ不安定すぎると思うから、なんかそういう人たちのために、まあ、ダンサーでもこういうことができるんだよっていうのをこうしっかり示すことができる、ダンスチームになれたらなって思います。と自分の目指すものっていうのはなんか昔からあんまりそれは決めてなくて、なんか個人的には何か一つのことを目指してこうずっとやり続けるっていうよりかは、なんかその時その時で、あこれやりたいなとか、そうこんなんしてみたら面白いんじゃないかみたいなのをこう常に思いついたらやってっていうのを、まあ、繰り返してるので、なんか一つ大きな目標をどんって持つっていうことはしてなくて、だからまあちょっと趣旨は違うけど、なんかなんだろうな、こう常になんかいろんなものに興味を持って行動できる、自分でありたいっていうふうに思ってます。まあここまでガミが活動してこれたのは、今まで応援してくださった皆さんのおかげなので、とても感謝してます。まあ、そしてここから、新体制で、14人で活動していくガミのことも、
温かく見守っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。